とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン意外とね、難しいです。装備何を取るかが結構悩むと思います。まあ、いろんなね、ビルドでやっていけるので、まあ、楽しくはあるんですけども、ちょっとね、変なのを取ってしまうと、積んじゃうというか、難しくなるんだよな。なので、まあまあそれなりに誰でも使いやすい装備っていうのでやっていきたいと思います。ちょっと待ってミスったけども、まあまあ全然大丈夫でしょう。オッケー、はい、1回クリアでーす。1回は何もいりません。はい、次で2階、まあここはいた、このねトラップをうまく使えればいい感じに倒せると思います。まあなかなかねうまいことハマってはくれないんだよな。うん、まあまあハマってくれればラッキーぐらい思ってればいいと思います。うん、トラップのみではまあまあまあ無理でしょう。よし、終わり。2回クリアで、ここで槍取っていきます。エンチャントそんな良くないんだけども、一応火力と戦いやすさはあるので持っていってください。弱体化1でいいです。ちょっとね攻撃力を下げてあげれるとだいぶ安定すると思いますし、このやっぱリーチをね、このリーチの長さがすごく安定すると思います。まあまあ若干使いにくい人にはすごい使いにくいって思う武器なんですけども、まあ個人的には結構好きなやつなのでおすすめします。 OK、 もうね思った以上に先に攻撃が飛んでいくので、槍はね使いこなすとなかなかいいです。でプレートアーマー取っていきますね。エンチャント別にそんな良くないんだけども、まあ耐久力があるので取ってます。で魂の袋ですね、1でいいのでつけておいてください。あとあとソウルが意外と必要になってきますので、おお見えんかった見えんかった。まあ、こういうこともあります。で、エンチャンターは先に倒すようにします。あー、ミスター！ OK。でも耐久力あるんで、それなりにダメージを受けたとしても大丈夫です。で、槍にはね、弱体化もついてるので、ダメージが 20% 軽減されて、まあいい感じになると思います。はい、4回クリア。次、4回で、アイアンハンドアミュレットを持っていきましょう。まあ、別に必要はないと思うんですけども、そんな使うことはない。うん、でもまあ一応クリーパーが処理ミスった時とかにちょっと使うとかすればいいですね。とあと職人でこれを持ってるかどうかによって上がるパワーが若干変わってきます。うん、まあこの後取ればまあ変わるんだろうけど、今日紹介するやつではこのアイアンハンドアーミーを持ってるとパワーが2高いですね、取らないよりも。なのでまあそれもあって取っていくっていう感じです。よっしゃー、5回終了。次、5回は何もいりません。でここがね意外と敵が多いのよ。うん、でどうしてもやりにくいなっていう人はここに入って戦ってあげるとうまいこといけると思います。よし、結構足の遅いハスクが多いんでね、こいつらが
トラップにかかってガシガシ HP 減ってくれるんで、まあいい感じですね。で、リョバオの変えていきましょう。ここからようやく戦いやすくなりますね。邪悪な村人の破滅と毒の雲に、これでいいと思います。いきましょう。今回ちょっとね、クリーパー多いので若干注意は必要ですけども、慣れてしまえばまあまあそんなに難しくはないと思います。うん、初見結構ね、びっくりするところがあったんですけども、慣れてしまえば2、3回目になれば大丈夫です。で、7回クリア。次で、ここでハープン取っていきます。ハープンですね。で、ハープンに一応光を入れておいてください。2入れていいね。光を2です。別に入れなくてもいいんですけど、結構光は発動してくれて回復が入るんで、意外とね、使えるとこでは使えます。 HP 結構減ったなーっていう時にハープーンを乱射してあげれば、まあある程度回復できるんで、弓のね、回復って意外といいですよね。武器の輝きよりも発動率が良くて、それがいい。よし、こんな感じで回復するんでね、いいんですよね。で、次、ここでね、影取りたいんだけども、影は後で取ります。まずはパワーシェイカーから取っていきましょう。まあ、影あるとね、緊急回避になってだいぶいいんですよ。いいんだけども、まあまあ最初はこれを取っていって火力を上げていった方が早くクリアできる気がします。いいね。全然当たってねえじゃん全然当たってない。わざとこれに当たって敵を呼び寄せるっていう方法もありますよね。まあ若干危なくはあるんだろうけど、 OK。 はい、もう少しでおしまいですね。はい、9回終了で、9回でスノーアーマー取っていきます。スノーアーマーのこれ、クールダウン、ものすごくいいです。パワーシェイカーと相性がいいんだよね。で、ここパワーシェイカーを上げていきます。これで中盤ちょっと過ぎまで、結構使えるようになりますので、パワーシェイカーが俺はいいかなと思います。はい、でクールダウン上げていきましょうね。 OK。クールダウンが3入るとかなりいい感じにパワーシェイカーが使えるようになりますね。 OK。 あとはアイアンハンドアーミーもね、それなりに連続して使っていくことができます。しゃ、よし。はい、11回終了。11回は何もいりません。で、タンブルビー入れてください。あ、出なかった。ここでね、蜂が出てくれると1、2体倒してくれるんでラッキーですけども、まあまあタンブルビー1は発動率が 34% だったかな、ちょっと低いんですよね。はいはい、でも大丈夫、いきましょう。パワーシェイカーつけて一気に行けばいいですね。危ない、痛い痛い痛い、危ねえ危ねえ。よし、ではアミューとパワーシェイカーつけて一気に行きましょう。おしまい。12回クリアです。ここで
メイスを取っていきましょう。で、メイスのエンチャントが、火属性と衝撃波入れてください。よいしょ。衝撃波がね、結構いいダメージを出すし、危ねえな。よし。行きましょう。まあまあ危なくなったら、弓を打って、光で回復を入れてあげましょう。OK。はい、13回終了。どんどん行きますよ。何もいりません。おっと、危ね。危ね、危ね。よし。ちょっとエンチャントを入れますね。タンブルビーです。タンブルビー2やれば、まあ、それなりに発動してくれるんでいいんですよね。うん、せめて2なんだよな、タンブルビーは。よし、 OK。 暇があればどんどん回避を入れてタンブルビーを発動していきます。なかなか出ないけどね。なんかやっぱり3欲しいな。やっぱりタンブルビー3欲しい。でここスケールメイル取っていきましょう。エンチャントね、別に良くないんだけども、一応ね、変更入れてください。変更。今回ね、遠距離の敵が意外と多くって、変更入れるとね、ちょっとね、お得なんだよな。よし、OK。うん、変更もね、発動率が 100% じゃないからね。45% だから。それ考えるとなんか敵のエンチャントずるいよなぁと思う。 100% あいつらね、跳ね返すからね。あれはずるい。よっしゃ。あ落ちちゃった。よし、はい。お、いい感じ。はい、15回終了です。で15回で弓を変えます。もう弱いからね。爆発です。この爆発が強いんだ。ああ、ボーナスとクリティカル入れてください。でボスでーす、まあ、パワーシェイカーがあるのでそれなりに早く倒すことはできます。いくぞ。よし、まあ、とりあえず一体を先に倒せればだいぶいいかな。 OK。 あ、落とせる？いや、落とせはしないか。まあ落とすほどの耐久力は敵はないですよ。で次、ここはねちょっと悩むとこだと思うんですけども、愛のメダルがおすすめです。あのね、愛のメダルでいいんですけども、ここはねクリーパーが出ます。クリーパーに極力当てないように、まあそれもまあ難しいんですけどね、クリーパーに当てないようにすると、結構攻略が楽になると思います。ここクリーパーがね結構出るんですよね。よっしゃ、終わり。ここの処理がね結構うまくいけばいい感じになると思います。んでここで、影の断片とアイアンハンドアミュレットを変えます。両刃斧もね捨てがたいとこなんですけども、まあこれでいいかなと思いますよ。でここでスケールメイルハイランドに変えましょう。スケールメイルね、ある程度先の方まで来ていきますので、ここで上げとかないとちょっとね、脆いんすよ。うん、ちょっと脆い。
だから、これを上げてあげるとだいぶいいと思います。よし、70発か。まあまあまあ、それぐらいありゃ大丈夫かな。あの初見でもね、ちょっと苦戦したんですけども、今回やっぱり一番難しいのって、24回25回、まあその辺、あそこがね難しいんですよ。そこを行くためには、矢がそうね30本ぐらい残ってればいい、あそこで。うん、しこの変更がついてればだいぶ違う、あそこ。よし、終わり。もうちょっと先に使っとけよかったな、愛のメダル。ミスったな。まあいいか。で、ここで、サイス、取っていきます。サイスですね。んで、エンチャントですけども、謎の共鳴、そして、衝撃波ですね。謎の共鳴をまず入れればいいかな。まあ、衝撃波でもいいか。いきましょう。まあ、とりあえずその2つ入れれば大丈夫です。まだソウルがね、全部溜まってないので、クリティカル率はそんなに、いや、まあそこそこか。うん、まあまあ、マックス溜まってるよりは全然低いんですけどね。でも、衝撃波が出てくれるので、結構いいダメージ出せます。よいし、いけい。はい、20回クリア、次。ここは何もいりません。で、ここも意外とね、バーッと出てきて、めんどくさいです。うん。めんどくさい敵。エンチャンターと、ジオマンサーか。あいつらを、うまいこと処理できれば、全然余裕でいけると思います。はい、おしまいかな。はい。まあ、最初のね、愛のメダル。あれが結構重要ですね。一気に敵をあれで減らせるのでいい感じになります。で、ここでドラとパワーシェイカーを変えます。ちょっと待って、パワーシェイカーが変えれないな。多分今再使用時間中なんだよね。あ、と OK、 これですね。影、ドラ、愛のメダル、この感じにしてください。まあ愛のメダル抜かしてドラでもいいんでしょうけどね。でもこっちで全然、安定していけると思います。オッケー、こっちで爆発すんなよ。本当に本当変な動きするからね。よし、オッケーかな。よし、いいんじゃない。よし、危ない。危ねえ。意外とここ敵多いですからね。端っこまでしっかり見ていきましょう。いないね。 OK、 あとあと戻るとなかなか面倒くさくなるので、はい、あと上にいるでしょう。いけ、ナイス。まだいた。どこだ、はぐれがいる、どっかに。あそこか、お前。本当にはぐれがいるとちょっとね、戻ったりするので数秒無駄にしちゃいますよね。で、22回をおしまい。報酬はいりません、ここは。で、ボスですね、いきましょう。エンチャントすべて入れましょうね。衝撃波です。あ、で、余ったやつは雷に入れとけば OK ですかね。いきまーす。とにかくドラを使って一気にいきましょう。影の断片も使っていいんですけども、この武器ではそんなにね、効果発揮しません。です、 OK。 なんで、まあまあちまちまだけどもダメージを与えていけばそのうち倒せます。おしまい。それなりに早いでしょ、それなりに早い。
ここ何もいりません。で、商人ですね。で、ここ商人ですけども爆発クロスをあげます。はい、この爆発クロスがあると25回が結構楽になります。うん、防具の変更とこの爆発のクロスの、火力、これが結構重要ですね。と、あと愛のメダルね。この赤いやつ、赤い登山家のモブを仲間にしてあげるとだいぶいいと思います。あいつが一番強いんでね、ここで。よし、で、あとは上の方から回っておしまいですね。ほんとここ注意しとかないと結構やられると思います。あい、危ない。よし、終わり。あ、まだか。でもここでおしまいですね。はい、25回。まあ、この装備だと全然余裕になると思います。やってみてください。ここ何もいりません。いきましょう。で、エンチャント、雷に入れてもいいんですけども、もう入れません。うん、入れる時間が若干もったいないかな。どうせここで、武器を変えますので、そのまんまにしてます。よし、危ない。あ、ちょっと待って、え毒？毒だったね、多分。ちょっと一気に減ってしまったんであれだったんですけど、よく分かんなかったけども、うん、ドラを使えばよかった。 OK、 まあ、まあ次は行きましょう。 OK、 もうなんで？あいつもう OKOK、 ちょっと注意していこう。はい、いやー、なんかショックだな、やられたのは。よし、終わり。いや、まだか。はい、26回クリア。ちょっとミスったなー。で、ここで、メイスですね。やっぱね、耐久力がね、若干足りなくなってくるんだよね。でもまあまあ仕方ない。虚無と旋風です。で、ガーストも入れておいてください。いきまーす。よっしゃ。愛のメダルもね、やっぱ、うまいこと当てない。あ、うわー、もう、これなんだよね。クリーパーに当てると本当にね、ダメになるんで注意が必要です。よし、 OK。 あぶね。はい、俺しまい。ほんと今回でクリーパー多いのでダメージには注意しましょう。で、スケールメールね、ここで変えます。特に、いいエンチャントは全然ついてないですよ。ついてないんだけども、まあまあまあ、これでいいと思います。霊気と、あとあと、サプライズギフト、入れてあげれば、いいですかね。できれば、よし。なんか、クールダウンか、ポーションバリア、入ってくれれば嬉しいんですけど、入ってないですもんね。まあまあ、仕方ない。ああ、矢がある。まあいいや。いらんいらん。150発あれば、全然こと足りますので、OK です。愛のメダル使っていきましょうね。愛のメダル使っていけば、それなりに早くいけると思います。残ってないね、敵。OK ね。おー、この爆発のクロス使うと、意外と敵がね、残ってて、
戻る羽目になったりするので、一応ちゃんといるかチェックした方が、あー、いける、あちょっと急ぎすぎたか。まあでも矢が取れるからいいや。では行きましょう。愛のメダル使って OK。よし、終わりかな。はい、28回終了です。何もいりません。行きましょう。サプライズギフトね。よし、まあ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 、それなりに早くはいけるかな。うん、ちょっと一回やられたのが本当にね悔しい。あれがなければ28分とかそれぐらいでクリアはできたと思うけども、いけ、よし、もう出ないかな。あ、やっぱもうちょっと出るか。あ、でもクリーパーだから大丈夫ね。イエーイ、お前もいたんかい。よし、危な、あー、まだいた。あっち意外と残ってるね。よし、で持っておしまい。29回終了で、ここでコグクロスボウを取っていきます。爆発でもいいと思うんですけど、コグの方が、火力は出ると思います。はい、追い打ちとパワーでいいです。まずはイリュージョナーをまず倒す、うん、あいつをまず倒せれば全然余裕です。コグクロスをガンガン当てれば速攻倒せるんで、まあまあそれで大丈夫だとは思います。はい、おしまーい。27分か。うん、やられたのがなければ26分台でしたね。どうだ、よくない、よくない、微妙。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。